はい、皆さんこんにちは、ジャパンタイムズ ST 編集長の高橋です。さて、またまた始まりました、こちらのボキャビルカレッジ、今週もですね、こちらの、ジャパンタイムズ ST の最新号の中からですね、ぜひとも、皆さんに覚えていただきたいボキャブラリーを、一つご紹介していきたいと思います。さて、今週ご紹介するボキャブラリーは何かと申しますと、こちらです。ここに出てます通り、Dedicate。今週はですね、この単語について、一緒に考えていくことにいたしましょう。さて、これが出てくる記事がどこかと申しますと、ちょっとこちら、ご覧ください。さあ、ST にはですね、各週で、Enjoy Tokyo と、こういった、コラムが掲載されています。これ何かと申しますと、東京のおすすめスポットをですね、英語で紹介すると、そういった内容のですね、コラムになっています。で、この週取り上げたのは、三鷹市のですね、国立天文台の森の中に、星と森と絵本の家と、そういった施設があるわけですね。これ何かといったら文字通り、たくさんの絵本がですね、ここで読むことができると、そういった施設になっております。で、こちらのコラムの中でですね、先ほどのDedicate、こんな風に使われているわけです。ちょっとご覧ください。さあ、ここに出てます通り、This is a place、これは場所であると。どんな場所かって言ったら、dedicated to picture books。こんな風に書いてありますね。picture books ってのは、これで絵本って意味です。では、こちらの dedicated という単語。まずはですね、意味から見ていくことにいたしましょう。さて、こちらのですね、dedicated。一体どんな意味を表すのかと。で、これは動詞でですね、まずはこの意味、しっかりと押さえておいてください。なんとかを捧げると。この意味で使うのが基本ですからね。で、一番の意味で使われるときは、基本的にですね、dedicate A to B の形。この形で使うことが多いです。これで A を B に対して捧げるってことですね。まあ、具体的な使い方に関してはですね、この後見ていくことにいたしましょう。それから2番目の意味として、こっちも押さえておいてくださいね。これもよく使われます。なんとかに専念するとか、打ち込むって意味です。で、2番の意味で使うときには、この形で使うのが基本ですからね。dedicate oneself to。この形で使われるわけです。で、ところで皆さん、この oneself ってのは大丈夫ですか？これ結局何かって言ったら、私だったら myself。あなただったら yourself。彼だったら himself。こういったですね、なんとか self ってのを、ある種ひっくるめて、代表して oneself。こんな風に表現することがあるわけですね。ですからこれを使うときは文脈によってですね、私だったら myself、あなただったら yourself、それぞれ変える必要があるわけです。さて、この形ですけれども、ひょっとしたら皆さんお気づきになったかもしれないですけれども、2番の形ってのは1番の dedicate A to B の A が oneself に変わっただけですよね。これは変わっただけです。要するにどういうことかって言ったら、自分自身を何とかに捧げる。自分自身をある活動に捧げるってことは、すなわちその活動に専念するとか打ち込むって意味ですね。ですから、まあ1番と2番は、結局は同じものだと。こんな風にですね、考えておいていただければ、わかりやすいかと思います。さあ、続けましてですね、こちらの dedicate の使い方。これを見ていくことにいたしましょう。この dedicate の特に代表的な用法ですけれども、まずは先ほどの1番で見たこのパターンですね。dedicate A to B の形で使われて A を B に捧げると。こういった意味で使われるパターンです。具体的にはこんな風に使われますよ。He dedicated the song to his wife。こんな風に書いてありますね。さて皆さん、一見してわかる通り、この文ではですね、dedicate A to B の形が使われてますね。A に当たるのは the song、その歌です。B に当たるのは his wife、彼の奥さんですね。A を B に対して捧げるわけですから、結局この文章はこんな意味ですね。彼はその歌を妻に捧げたと。こんな風に言ってるわけです。それからもう一つ、こんな例文を見ていきましょうか。She dedicated her life to helping the poor。こんな風に書いてあります。この場合も dedicate A to B の形で使われてますね。A に当たるのは her life。彼女の生涯です。で、B に当たるのは何かって言ったら、helping the poor。the poor ってのは、貧しい人ってことですね。すなわち、貧しい人を助けること。それにですね、自分の人生を捧げたわけですから、要するに意味としてはですね、彼女は貧しい人を助けることに、生涯を捧げたと。こういった意味で使われているわけです。
というわけで皆さん、ここまでのお話は大丈夫ですか？で、ちょっとこの文章に関してですね、もう一点補足したいんですけれども、ひょっとしたら皆さん、お気づきになったかもしれないですけれども、ここ、to の後ろに、helping っていう ing 形が使われてますね。で、思わずですね、to を見ると、後ろに動詞の原形をつなげたくなってしまうんですけれども、ちょっと気をつけてください。この dedicate A to B に関しては、to の後ろに何らかの動詞が使われる場合は、ing 形が使われますからね。ここのところもですね、少し気をつけておいてください。それからもう一つ、こういった文章を見ていきましょうか。これ何かって言ったら、先ほどのですね、Enjoy Tokyo の記事の中で使われていた文章ですね。This is a prize dedicated to picture books. こんな風に書いてあります。さあ、この場合は dedicate。これが受け身で使われて、直前の price、場所を修飾すると。こういった構造になっているわけですね。This is a prize ですから、これは場所である。どんな場所かって言ったら、dedicated。捧げられてるんだと。何に対してかって言ったら、to picture books。絵本に対して捧げられてるんだと。要するに意味としてはですね、直訳するとこういった意味ですね。これは絵本に捧げられた場所だと。ただちょっと捧げられた場所っていうとかなり大げさな感じが出ちゃいますね。もちろん直訳するとこういった意味なんですけれども、これでどんな意味かって言ったら、要するにですね、絵本のための場所であると。こういった意味で使われてるわけです。で、ちょっと皆さんに気をつけていただきたいのは、こういったパターンも結構あるんですね。dedicate。これを受け身で使うと、こういった意味で使われることもあります。ちょっとまとめておきましょう。be dedicated to。こんな風に受け身で使われると、文字通りの意味はですね、なんとかに捧げられているって意味なんです。で、もちろんですね、こうした文字通りの意味で使われることもあるんですけれども、こういった大げさな意味ではなくてですね、例えば、下に書いてある通りですね、場所なんかを主語にして、場所が何とかのために使われていると。こんな風に捧げられてるって意味がちょっと薄れてですね、場所が何とかのために使われていると。受け身で使われると、こういった意味で使われることもありますからね、しっかりと押さえておいてください。まあ、特にですね、場所を主語にした場合はですね、こんな風に場所が何とかのために使われていると、捧げられてるって意味がちょっと薄れてですね、こういった意味で使われるパターンがありますから、しっかりとですね、このパターンも、皆さん頭に入れておくようにしてください。というわけで、まずは一つ目のパターンに関しては大丈夫ですか？ Dedicate A to B の形です。では続けて、dedicate の代表的な用法、二つ目見ていきましょう。これ何かって言ったら、先ほどの2番で見た形ですね。dedicate oneself to なんとかと。これ何かって言ったら、自分自身をある活動に捧げるわけですから、なんとかに専念するとかですね。なんとかに打ち込むって意味ですね。例えばこんな風に使われますよ。she dedicated herself to the project。こんな風に使われます。この場合何かって言ったら、自分自身をそのプロジェクトに捧げたと。こう言ってるわけですから、要するにですね、彼女はそのプロジェクトに専念したと。こんな風に言ってるわけです。さあ、というわけでですね、dedicate の特に代表的なパターン、2つ見てまいりました。でですね、私が見たところですね、この dedicate、後ろにどんな言葉がつながるかですけれども、おそらく一番多いのはこれでしょうね。先ほども例文で見ましたけれども、dedicate の後ろに、誰々's life、自分の人生を何とかに捧げたって意味で使うパターン。やっぱこれが一番多いですね。それからもう一つ多いのが、これも先ほど見ましたけれども、自分自身を何とかに捧げた。すなわち何とかに専念するって意味ですね。で、この二つがおそらくツートップでしょうね。dedicate を使うときに、この二つのパターンが非常に多いですから。特にですね、こういったパターンをですね、しっかりと皆さん、頭にですね、入れておくようにしてください。ニュースファーストとボスファーストコーナーです。このコーナーではですね、最近メディアでよく使われるようになった新語であるとか、もしくはですね、ニュースでよく使われるような言葉、そういったものをですね、英語でご紹介しております。さあ、今週ご紹介するのは何かと申しますと、こちらです。ここに出てます通り、ピンクタンクス、この言葉についてですね、今週は説明していきましょう。さて皆さん、これ見たことありますか？直訳すると、ピンクの税ですね。一体どんなものでしょうか？これがですね、最近英文メディアでは比較的ですね、よく使われるようになった言葉なんです。これがどんな意味かと申しますと、ちょっとこちら、ご覧ください。
さあ、ここに書いてあります通りですね、これ結局何かって言ったら、同じような商品でもですね、女性向けに作られた商品の方が一般的に価格が高く設定されていることが多いんだと。で、それをですね、ある種税になぞらえて、まあ、本当の意味での税ではないんですけれどもね、女性向けの商品の方が高いから、女性はよりたくさんのお金を使わなければいけないと、それを税になぞらえて、ピンクタックスと、こんな風に呼んでるわけですね、もちろんなぜピンクかといったら、まあ、ピンクってのはですね、ある種女性を象徴する色ですから、ですから、ピンクタックスと、こんな風に言うことでですね、女性の方が同じ商品を買うのでも、ちょっと高くお金を払っていると、こういった意味を表すわけです。さて、こちらのピンクタックスですけれども、例えばですね、CNN では、こういった見出しをつけてですね、これについて報じています。アンガーってのは、アングリーの動詞形で怒らせるってことですね。要するにピンクタックスが、ニューヨークやロンドンの、女性を怒らせてると、こんな風に言ってるわけですね。まあ、クオーテーションにね、囲まれてますから、そこまで定着した言葉というわけではないんですけれども、これ非常にですね、最近メディアでよく使われる言葉ですから、ぜひとも皆さん、覚えておいていただければと思います。で、実際にですね、女性向けの商品の方が高いのかどうかっていうのは、私は男なんでね、あんまりこれ意識したことは申し訳ないけどあんまりないんですけれども、例えば先ほどの CNN の、記事の中ではですね、シャンプーなんかを例にとってみても、メンズ用よりも、女性向けの方がですね、値段が高いと、こんな風に書いてありますんでですね、ひょっとしたら、そういったこともあるのかもしれないですね。では、今回の内容は以上です。また来週ですね、こちらのボキャビルカレッジでお会いしましょう。さようなら。バイバイ。